人生を変えたい。自分を変えたいと思う人は、なかなか変えることが難しい。その理由はですね、大きな変化を夢見てるから。大きな変化を夢見るということは、あまりにも今の自分と現実離れしちゃってるから、脳がついていけないんですよ。一つ例を挙げると、B’z の松本隆弘、我らがリーダー、まっちゃんなんですけれども、彼がギターを手にして、一瞬で今のようなこうギタリストにガーってな、なれたかっていうと、絶対そうじゃないですよね。そう。 彼がギター上手くなるために何をしたかと言いますと学生の頃ご飯食べるトイレお風呂以外はずっとギター弾いてたその毎日の毎日の積み重ねで今の姿を手に入れてるもちろんプロになった後でもずっと鍛錬をして今日の位置にいるわけです今やるべきことというのはたった一つだけ自分がやりたいこと目指してること何でもいいのでとにかく0.1でも5でも今一つやることです小さなことの積み重ねの結果人生が変わったという結果になりますのでぜひ 今からでも一つアクションを起こしてみてください。